今回、まあ、入選だけじゃなく、まあ、銀賞という賞をいただいて、まあ、自分自身本当に嬉しく思っています。また、まあ、コロナ禍の中で、まあね、自分の作品、まあ、他の方の作品もそうですけども、ガラス美術館で、まあ、展示できていることに、まあ、本当に、まあ、感謝しています。で、まあ、作品のコンセプトなんですけども、まあ、流れ行く時間の中で、まあ、物質と精神が、まあ、繰り返し生まれていく、まあ、終わりと始まりを表現しています。まあ、この現代社会の中で、まあ、都市をイメージしているんですけども、まあ、この、まあ、ウランガラスの、まあ、美しく輝く、また、まあ、欲望のような物質が、まあ、何か人間の精神も、まあ、奪っていくような気がしています。また、うん、美しさだけではなく、何か、まあ、真逆のようなこう世界もこう、まあ、この世の中に存在しているのかなとも感じています。まあ、この世界の中にある、まあ、物質だけじゃなく、まあ、この精神も、まあ、何か生命体のような感じで、まあ、生と死、死と生を繰り返すように、まあ、連綿と、まあ、続いていくのかなと、まあ、考えてます。まあ、ぜひ、まあ、コロナ禍ではあるんですけども、まあ、作品と対面して何か感じてもらえたらすごい嬉しいです。まあ、自分自身日々、まあ、この社会の中、まあ、文明の中で、まあ、自分が感じたことや思ったことを、まあ、またもちろん自分の経験とか過去を通して、まあ、作品を作っているんですけども、まあ、自分の中では、まあ、こうやって生きていることと作ることがイコールであり、まあ、その上で、まあ、引き続き自分の思ったこと、感じたこととかを、まあまあ、形にしていく、まあ、自分の中では、まあ、ガラスっていうところを、ガラスっていう素材、まあ、物質を用いながら何かこう表現していけたらいいかなと思ってます。